ラストのモノローグは、僕がイメージしていた声と証言寺さんの声が一番近かった、熊切和義監督、日向坂46の4期生全員が出演する映画、全部オブ東京、10月25日全国公開、より、映画初出演にて初主演を務める証言寺陽子の魅力に迫る場面写真が公開された。本作は、修学旅行で訪れた東京が舞台、池園ゆりか、 池園由里香清源寺陽子、は、桐市佐桐市佐渡辺里奈、羽川めぐみ、羽川めぐ、藤島果歩、節田しおり、摂太しおり、石塚玉木増谷綾乃増谷綾乃,増谷彩乃小西夏並、と同じ班の班長。池園は憧れの大都会であれもこれも、全部、楽しみたいと、分刻みのスケジュールを計画し、 修学旅行を心待ちにしていた。待ちに待った修学旅行、計画通りに進んでいると思っていたらみんなバラバラに。とりあえず東京を満喫するために一人で巡ることになったのだが、何かが足りないことに気づき始める。今回解禁された場面写真は、そんな池園のワクワクした表情やみんながいなくなってしまったことにあぜんとして立ち尽くしている姿など、豊かな表情が捉えられている。 証言寺は、イレブンスシングル、君はハニー流ューで4期生ながらセンターに大抜擢された。トゥエルフスシングル、絶対的第6巻では、同じ4期生の藤島と W センターを務めるなど、周りに支えられながらも全力で活動する姿が人々を魅了し続けている。映画初出演ながら初主演となる制限寺は、本作で初めてとは思えないほど堂々とした演技を披露。熊切監督は、 人と話している時もまっすぐその人を見る、その目力がとても印象に残りましたと話すように、ピュアだからこその力強さが演技にも現れている。また、主人公に抜擢した理由について熊切監督は、声の雰囲気が主人公の池園の声とぴったりくるものがありました。特にラストのモノローグは、僕がイメージしていた声と小源寺さんの声が一番近かったですね。 ちょっと少年っぽいところもこの映画の主人公にぴったりだと思いましたとその魅力を語っているさらに本作のムビチケ前売り券も発売されることが決定ムビチケ前売り券は主演の制限時が渋谷の中心で自撮りをしているカットを使用したデザインカードそして購入特典として先日公開された4期生11人のメインビジュアルを使用した特製ポストカードが付いてくる なお、劇場では9月20日より販売開始される。